皆さんこんにちは心理カウンセラーの野田紀千太郎と申します今日もご覧下さりましてありがとうございます えー、今日はですね、世界一簡単な夢実現法というテーマでちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、夢や目標を実現するための方法っていっぱいあると思うんですけれども、そのどれもですね、まあ多分素晴らしい、えー、教えだと思うんですが、その中でも誰でも簡単にできて、えー、簡単にですね、夢を潜在意識を活用して、えー、夢や引き寄せをですね、えー、の力を発揮する簡単な方法を、えー、今日はお伝えしたいと思います。で実はですね、えー、昨日、えー、今日は 昨日がですね、10月18日、今18 10月19日にちょっと,と撮らせていただいてるんですけれども、10月18日日曜日にですね、えー、豊橋で、えー、っと講演会をさせていただきました、えー。ボランティアグループふれあいさんという、えー、ところがですね、主催をしていただ,いただきまして、 えー、私、森田健太郎とですね、えー、あとは、えー、魂のシンガーソングランナー、えー、杉浦孝之さんと、そしてですね、養老で、えー、船戸クリニックという病院を、えー、されています、えー、船戸隆先生とですね、3人でコラボ講演をさせていただきました。えー、リアルとですね、えー、オンライン、 での配信とですね同時でさせていただきましたので、えー、ご覧いただきました、えー、方は本当にありがとうございます、えー、またですね、えー、アーカイブで、えー、youtube の方も残ってますのでちょっと概要欄の方に載せておきますまあ、僕の方の youtube チャンネルでもちょっと分割してかわからないんですが軽く編集して、えー、見やすいようにしてまた改めてこちらの方でも、えー、順番にですねお届けできればいいかなというふうに思っていますので楽しみにしていてくださいで、えー、今日はですね、えー その講演の内容の前にですね、えー、僕はですね、実は2009年頃に、えー、宝地図というですね、えー、コルクボードに自分の夢やですね、えー、なりたい、えー、未来のですね、写真をですね、バン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 って貼っていったんですね。要はその当時、東京まで半年ぐらいかけて潜在意識を活用した夢実現法みたいなのの、の を体系立てたですね、えー、宝地図という、えー、セミナーに、えー、勉強にですね、えー、東京まで通って行っておりました、あのー、でその関係で宝地図を作らせていただいたんですけれどもその時に、えー、そのコルクボードの一部分に、えー、なんて言ううだろう自分が、えー、こういう人と関わってみたいなとか会ってみたいなとか、えー、こういう人の講演会を主催してみたいなとかですねそういう、えー、人たちをです、ね、6人ぐらい写真を貼ったんですね。 その当時、えー、まだ僕はですね、今の活動なんだろう、こんなにも活動的になっていなくてですね、こういうことをしてみたいな、でも自分なんかにできるかなっていうですね、まだ自分に自信がないときだったと思います。でもその時に、えー、と自分がですね、そういう、 自分が何かセミナーとか講演とかそういう人に伝えたりとかっていう力がなかったとしても今現在その世の中のためになっているとか人に勇気を与えているような人たちを応援することはできるんじゃないかってちょっとその時思ってですね自分が何かをするんじゃなくてそういう人たちを応援して主催をしたりとかですね講演会をそういうことだったらできるんじゃないかなと思ってそういう応援したい人の写真をちょっと 5、6人貼ったんですよね。そのコルクボードのあるゾーンにその応援したい人、いろんな人の写真を貼ったんですね。で、そこの中に貼った一人がですね、実は、えー、杉浦孝之さん、まだ僕が直接会う前の、えー、杉浦孝之さんの写真を貼りました。そして、同じそのゾーンの中に、実は船渡クリニックのですね、船渡隆先生の写真も貼ってあるんですね。本当にびっくりです。これが2009年なので、えー、約11年。 前に作った、その、コルクボードに写真、二人の写真を貼っておりました。で、杉浦隆之さんは、えっ、ー、と、まあ、末期が余命半年、2年以上の生存率に、に、に、 えー、2年以上の生存率0%と27歳の時だったかなに宣告されてですねそれから10何年経ってるんですけども20年弱ぐらいかな経ってるんですけれども今は元気にですね全国を飛び回って、えー、歌とですねトークで、えー、たくさんの人に勇気を与えているんですよねで、そういう活動をしている人がいるっていうのをですねその当時知っていつか、えー、この人の えー、講演会、トークライブを主催してみたいなと思ってポンって貼ってみましたそして船戸隆先生はですねその船渡クリニックがですね、えー、2ヶ月に1回発行している船繰通信というですねものがありましてそれをですね僕の知り合いの人がですねよく持ってきて自分が読み終わったやつをですね持ってきてくれてたんですよね、ね、えー、読むといいわよあなたもって言ってすごくいい話だからって言って持ってきてくれる人がいてでそれをよく見て読んだりしていました。そのの関係で船戸先生こことを知ってあこんな素晴らしい先生 先生がいるんだということで、えー、その当時もですね本を買って読んだりとかして、えー、いつかこの先生の講演会も主催したいなと思ってたんですよねで結局船戸先生は主催することは僕はが主催をさせていただくことはなかったんですけれども。 今回ですね、その11年前に作ったコルクボードに貼ったですね、もうこのゾーンにいる2人の写真の人と一緒に3人で、僕を入れてですね、3人でコラボ講演会をさせていただいたってすごく不思議じゃないですかまあ、正直、偶然だよねって言われればそれまでなんですよね何の因果関係があるかどうかもわからないわけです。その えー、写真を貼ったことと、えー、昨日のですね、講演会が一緒にできたってことの因果関係は何も別に科学的には立証できないんですけれども、僕の中ではすごく不思議な感じがしていて、えー、このですね、この11年前にあの時に、えー、貼った写真の、えー、お二人とですね、一緒に講演会をさせていただいたっていうのは、すごく感慨深かったです。すごく嬉しかったですよね。で、それぞれとは、あの、一緒にやったことあるんですよね。杉浦孝之さんとはもう、 20回、30回多分全国でいろんなところでラコラボでですね0日のライブをさせていただいたりとか、えー、船戸隆先生は実は2013年頃だったと思うんですけれども。えー えー、日本ホリスティック学協会中部支部のシンポジウムだったかなの、えー、イベントで一度講演をですね、一緒にさせていただいているんですね。で、その時に初めてお会いしたのも、写真で貼ってたら、えーちょ、一緒に講演をさせていただくことができたびっくりみたいな風に思ったのをすごく覚えてるんですが、今回は3人ですからね。僕と2人貼った写真の人3人ですからね。で、なぜ写真を、まあ、だからっていうわけじゃないんですけれども、 え全部ね、写真を貼れば、夢が簡単に叶うよっていうことが言いたいわけじゃないんですけれども、でもですね、僕はその当時貼った写真のですね、結構な確率でえ夢が実現していたりとか、あんまり別にその夢を絶対叶えるぞって、こう努力するぞとかって思ってなかったものが、 ふと振り返ってみると夢が叶っていたりとかですね、今回みたいに、えー、なんか結果的に叶ってるみたいなことが意外と多かったりするんですよね。で、潜在意識って本当に面白いもので、写真とか動画とか、まあ映像とかを見ているとですね、まあ、えー、潜在意識っていうのはよく現実と非現実の区別がつかないというふうに言われています。なので、それを、それを <laughs> 自分の <laughs>、なりたい、えー、夢の、 写真とかを貼って、ただただ眺めていて、それを見てワクワクしたりとか、こんなことできたらいいな、いけたらいいなとかですね、そういうのを見てるだけで、実は潜在意識っていうのはすごくそれを引き寄せようとして、パワフルにその夢をですね、現実化しやすくなるというふうに、すごく簡単に言うとですよ、言われているんですよね。例えばですね、ハワイに行きたいと思った時に、今はなかなかね、コロちゃんの影響で行けないんですけれども、その時にハワイに行きたい、 で心だけで思うよりも、えー、例えば旅行会社のですねパンフレットとかでハワイのね綺麗な写真を見て、えー、それをですねあこここの景色を見たいなって思う素敵な景色の写真をですねこういつも目につく場所に貼っておく。そうするとそれを見てるだけでみんなワクワクすると思うんですよね。実際に行けなかったとしても、えー、この車を乗りたいなと思ったら車の写真を貼ってみるとか、えー、こんなところ行きたいなと思ったらそこがその写真を貼っておくとなんかさも自分が夢が 実現し,なしてなかったとしても自分の心がワクワクしたりとか、えー、そういうのが僕は大事なんじゃないかなというふうに思うんですよね、えー、頭にどれだけ頑張って目標を達成するぞってねもちろんそれも、えー、時には大事かもしれないんですけれども、えー、ただ写真を貼ってそれを眺めているだけでも実はすごく自分の、えー、人生にプラスの影響を与えているってことは僕は、えー、すごく。 えー、大,き大きくあるんじゃなないいいかなという,ふうに思っていますで、これ、もしですね、うまくいかなかったとしても、別に、えー、何の損も、えー、ありませんので、えー、写真をね貼っとくだけのお金もかからないですしね、まあ、夢が叶ったらラッキーですよね、この写真を貼っとくだけでですね。なので ぜひ皆さんにもこれ多くの人に僕はお勧めしているんですけれども夢が叶ったまあもし今のね自分にえひょっとしたらできるわけないとかえそんな写真を貼ったぐらいでとかって思う方も見えるかもしれないんですがえもしよかったら一回ねもう何もかも自分がなりたい自分になれるとしたら夢が叶うとしたらえやりたいことが 現実化するとしたらどんなことがしたいかなということを想像してみてそして自分がですねワクワクするものをですねその写真に目につくところに貼っておくということはぜひやってみるといいんじゃないかなというふうに思いますぜひ参考にしてみてくださいまたですね改めて機会を見つけて、えー、潜在意識というものは何なのかということもちょっとですね詳しくお話ができる機会があったら嬉しいなとあのできたらいいなというふうに思っていますので、えー、そちらもですねまた 楽しみにしててくださいえー、それでまた会いましょうバイバイ皆さんえー、最後までご視聴いただきましてありがとうございますえー、今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますのでよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします そして、えー、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、えー、毎日ブログを更新しているんですが、えー、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。